ならストロークラボ。はい、皆さんこんにちは。ストロークラボ代表の金子です。今日はですね、第34回ですね。今回はね、視床の肺外側核ですね、ラテラルドーサルヌクレウスって呼ばれるところについて、解説していきたいなと思います。この動画はね、リハビリテーションのための臨床脳科学シリーズとなります。これまでね、僕が執筆した姉妹本の脳卒中の機能回復、あと脳卒中の動作分析ですね、これらと併用してね、勉強していただくと、よりね、脳にね、強いね、臨床化目指せていけるんじゃないかなと思います。あとね、観察のポイントとか皆さんのね、感想ですね、ぜひね、アイデアなんかもお待ちしてますので、コメント欄の方に書いていただければなと思います。それではね、まず最初、解剖学的側面からですけれども、視床をね、これまでの動画と同様に、まずこの視床の概要の動画でね、解説したこの図ですね、これを見ていただいて、これのね、肺外側核ですね、ここを見ていただくと、まずね、肺外側核のシンプルな機能がわかると思いますので、この表だけでもね、暗記するだけでも、まあ一般的には十分なんですけど、やっぱりね、脳により強くね、臨床推論に生かしていける療法士を目指すんであれば、それぞれね、各機能の動画をちゃんと理解していく必要がな、あるかなとは思いますね。この入力がね、前頭葉とか頭頂葉とかね、海馬からの入力ですよね。あと出力の、主な出力が、後部帯状回と、海馬系ですよね。ああいったところになっているんじゃないかなと思います。ですので、その名の通り、ここの部分がやられたりすると、記憶障害とかね、感情障害とか、ね、空間のナビゲーションですよね、海馬の後部の方とかね、そういったのあったと思うんですけれども、そういったところとか、あと感覚の統合ですね、そういったところにも関連してくるので、そこをね、理解を整理していく上でね、ぜひ見ていただければなと思います。ですのでね、この図のようにですね、肺外側核というのはね、当然視床内の少し上方の方で、外側副側核、それの内側にあるんですよね。で、多くの場合はこう視床のね、いろんな核にね、こう隣接ね、してるね、一部なんですけれども、こういった形でね、図のね、場所を確認していただければなとは思います。ね、後で MRI でね、細かく場所を説明していきたいなと思います。で、次に血液供給ですね。この血液供給の図、今回ね、この図をね、出すと、よりね、視床のね、視床管流のね、なんて言うんでしょうね、血流の流れがなんとなくイメージできるかなと思って、高大脳動脈だけだよねって視床はって、それでも十分というか、いいんですけれども、やっぱりね、よりその高大脳動脈がどういうふうに枝分かれて してるのかっていう意味ではね、このね、論文とか教科書からね、見つけてきた図なんですけれども、すごく分かりやすいんじゃないかなと思います。で、この中のこう極動脈ってね、あると思うんですけれども、ポーラーアーテリーかな、そこの部分が、やるこう高大脳動脈の P1 セグメントってところから発生して、視床の全部ですね、視床全核ってところで説明したと思うんですけれども、ここがね、一番小さくね、最も多様な、ね、こう視床動脈のこう一つなんですけれども、この極動脈が、これが視床全核にね、いってるのがよくわかるんじゃないかなと思います。あとね、某正中視床動脈ですね。これも高大脳動脈の P1 セグメントから始まって、それでね、場合によってはね、こう直接ね、脳底動脈から、ね、始まることもあります。でね、これが視床の肺側の方にこう回っていって、視床の肺側から回りながら、こう内側とか髄反内核とか、ああいったところに供給しているのが、ね、見えるんじゃないかなと思うので、この動脈は特に、ね、こう中心部ですね、内側の方の、ね、血液供給に不可欠な動脈の枝になるかなと思います。あとね、この視床室状態動脈ですね、これまでも説明してますけれども、高大脳動脈のこれ P2 セグメントって呼ばれるところからね、出ているんですよね。これがね、高外側核とかね、室状態とか、ああいったところの、含む、あと視床の副側であったり、側方であったり、後方であったりね、結構多様にね、供給しているのが分かるんじゃないかなと思います。特にこの視床の感覚とか、あと視覚中継ですね、ですのでやられたいので、こういったところは高速を起こしたりすると、感覚障害もあって視覚情報の処理も苦手になっちゃうと、なんとなくそういう人いらっしゃるんじゃないかなと思います。あとは高脈絡層動脈ですよね。これも、高大脳動脈の P2 セグメントですね、そこに、の内側とか外側ね、高脈絡層動脈っていうところが含まれてきて、これが、第三脳室ですね、第三脳室の脈絡層とか、視床室状態とか、
あとね、視床沈閣ですね、今後も説明しますけれども、ああいったところとか、まあ、海馬とか中脳の一部にもね供給しているようなね、あの動脈でね、海馬のところでもこのね抗脈絡層動脈で、ね、説明したとは思うんですけれども、であとね神経ネットワークですね、まあ、先ほど最初に簡単にお伝えしましたけれども、ね、ここってねいろんなあの皮質の方、特にね麹の機能とかね感覚統合に関与するこう前頭葉とか頭中葉ですね、そこからの結構入力を受け取るんですよね。あと他にもこう脳球を介してね、海馬ねからの入力も受けると。で、先ほどお伝えした記憶とか空間のナビゲーションに重要ですよと。じゃあ今度はね、こう他にもこう今度は帯状回とかね、後部帯状皮質ですね、これも帯状回の、ね、動画で説明したと思うんですけれども、感情とか記憶の検索とか空間定位とかね、あとまあそういったところにもかあの出力していくし、あと海馬系ですね、もう当然記憶とか空間ナビゲーションの方に行くし、まあ、それだけじゃなくて全体的にいろんな皮質にもね出力していって、認知のプロセスとか感覚のプロセスとか統合とか、そういったところにもね結構そういう意味では幅広いね肺外側核ってね入力と出力があるっていうイメージでねいいんじゃないかなと思います。じゃあね、あの画像のね読解のポイントに入るんですけれども、まあ、これまでの視床で説明していた、まず内側髄板ですね、視床の内側と外側の核をこう分けていく、ね、白質の層って説明しましたけれども、ね、肺外側核っていうのはこれの外側に位置します。あとね側脳室ですよね、まあ、側脳室ってね当然脳室内でねこう髄液に満たされた空間ですけれども、ね、これが視床っていうのはこう側脳室の壁の一部をねこう形成しているんですよね。側脳室からこう見ていく場合もあります。そこからこういわゆるこう経由してね、いわゆる第三脳室ですね、これが、ね、脳の成虫のこう狭い脳室ですけれども、で視床というのはこの第三脳室の、ね、両側にこう位置していくような、ね、配置になるの で肺外側核というのは当然じゃあそこの近くなんだなという見方もあります。あと脳梁ですよね、これも脳梁離断とか、ね、動画で説明しましたけれども、ね、こう大脳半球を、ね、こうつなぐ束ですよね、これの構造の下に、ね、視床というのは位置する方かなと思うので、ね、感情団なんかで見やすいかなとは思います。あとね消化体ですね、後々また動画で上げますけれども、こう小さい内分泌系に、ね、重要なあの、ね、位置あの部位になりますけれども、ね、視床の後方側に位置するんですよね。ですのであの消化体を見つけて視床を見つけたり、視床を見つけて今度後方側、ね、そういったところ の、まあ、消化体を見つけていくと、そういったような、ね、ランドマークで見ていく、まあ、放射線の、ね、回とか、まああのね、両方視の、ね、動画 脳に詳しい方とか見ていく形が、まあ、多いんじゃないかなとは思います。それではね、あの観察のポイントはっていうところに入っていきますけれども、まあ、これまでね説明してきたところで、まず記憶障害はってところですよね、まあ、これまでのような、まあ、いろんなねあの、まあ、療法士にしても、まあ、看護師さんにしても、最近ね患者さんの会話とか指示とかスタッフとかね、あの、まあ、家族の名前とかいろんな部分をこうやっぱ忘れ気味になっている場合は当然記憶障害ですね。これはもう記憶障害の症でこれまでたくさん説明してきているのでね、簡単にねあのまあ質問をちょっとシンプルにしています、ね、であとまあ感情の混乱ですよね。先ほども体調回ともつながっているって、ね、お伝えしましたけれども、突然ねやっぱ気分の変動とか説明できないこうイライラがしてたりとか、ね、患者さんがね異常にこう無関心になったりとか、ね、感情的になんか全然感情がなんか無表情みたいなねね、上下がないみたいな、そういったところとかもまあ一つチェックポイントですよね。あとまあこういうね認知面にも当然関わりますよっていうので、もう認知ってね複雑なので、いろんな上頭頂症とか下頭頂症とかね、あの側頭回とかね動画も見ればいろんな認知面のねいろんなイメージが湧くとは思うんですけれども、とにかくねそういう例えば見慣れたね病院環境でね見当識障害とかね発生したりとか、いろんな複数の手順ね、そういったところに従うのが難しい場合ですよね。こういった場合は一つ認知的な、ね、あの関連性の問題になるかなとは思います。あとね、感覚統合ですね。ね、いろんなこれ感覚の、ね、結集して領域ですよって先ほど説明したので、いろんな、ね、軽い接触とか音に反応しづらいとか、特に忙しい情報量が多い環境ですよね。そういったところになるともう圧倒されたり、ね、バランスが悪くなったり、あの喋ってる、ね、情報をこう記憶に定着できないとか、ね、適切に感覚刺激に反応できないってなったりすると、よりいろんな、ね、聴覚視覚体制感覚ああいったところの統合の問題があるんじゃないかなっていうところで見ていくかなと思います。
で、まあ、それぞれに対して、ね、いろんなアイデアこれまでも動画で述べてきているので、今回、ね、臨床のヒントとしては感覚統合の問題について少し、ね、ピックアップして解説していきたいなと思います、ね、いわゆる感覚処理の、ね、改善とか、ね、こう実践的なスキルにおいて、ね、やっぱりこう感覚統合の、ね、問題の方って、ね、いろんな方でもあの、ね、悩み抱えられている方がいて、それが自立とか、ね、生活の質につながらない方多いと思うのでね。でまあ、感覚の統合の問題ってもいろいろあるので、まあ、例えば視覚過敏の人とかってなったりすると、あ、じゃあサングラスつけましょうかってね、まあ、これはまあ眩しさとか特に場合ですけれども、ね、眩しいとか明るさを軽減して、やっぱ屋外とか屋内の明るい環境でね、よりリラックスしていられると、ね、ただじゃあ今度耳に聴覚に、ね、過敏な人ですよね。そういう場合に、まあ、いろんなね、僕もいろんな精神科の方ね担当してきて、そういったね対応されている方もいらっしゃいましたけれども、耳栓を使ったり、最近はねやっぱノイズキャンセリングですよね。ね、比較的安い価格でね耳にはめてね、あの周囲のノイズを減らすと、そうやってねこうホワイトノイズなんかを減らしていくと、やっぱ心がちょっと落ち着いて自分の思考が整理できたり、何かのねあの物とか仕事に集中できたりとか、まあ、そういったものでもいいですよね。あとね、こう腹圧ベルトとかですね、ああいうこう固有感覚の体の情報ですよね、腹内圧とか、ああいったのがねきちっとパンって安定すると、あのなんかすごく気持ちがリラックスされる方っていらっしゃるんですよね。結構あの腰痛なんかでこう腰なんかに巻くと、まあ、腰も楽なんですけど、なんか気持ちが落ち着く人もね中には経験ある人もいるんじゃないかなと思います。そういう意味ではこう腹圧とか加圧的なベルトなんかを使って、あの体からの情報をより強くして、他のあの情報を遮断するというような方法もあります。あとまあ触覚のツールなんかもね、いろんなこうおもちゃとか質感のあるもの、ああいうのをこうずっとにぎ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 して、そうすればちょっと落ち着いてね、最初こう不安でこう歩いてたのが、なんか物を握ってたりすれば落ち着いて座ってられるとか、そういったのもありますよね。あとこう照明の調光調整ですよね。やっぱこう調整で、やっぱこうワット数の低いね電球なんかを、どうしても LED なんかもバーって光強く見えたりとかあるじゃないですか。結構やっぱりワット数のできるだけ低いとかね、軽く照らせるような間接照明とか、ああいったものも選んでいくと、ちょっと落ち着きがねリラックスされるような方もいます。まあその方の病態によりますけれども。あとね、安心のスペースのこう場所を作るってね、とにかくご家庭でも学校でもね職場でも、そういったね、こうね、なんていうか、コンフォートゾーンっていうんですけれども、そういったスペースを作ったりすると、聴覚とかね、視覚とか、いろんな過敏のある方が、ちょっとリラックスしていられるってね。学生で言えば、学校の保健室にはね、登校されてる方とかいたと思うんですけど、自分の安心スペースを作るってね、とても大事なことですよね。あとこう整理され整頓されたスペースですね。これまでもね、こうナビゲーションの問題の方に部屋を整理しましょうとお伝えしてますけれども、そういった整理されているとやっぱ視覚情報の処理とかね、体のバランスのね使い方がすごく楽になりますよね。あとまああの感覚にこう、まあ、優しい家具とか装飾ですよね。いろんな間仕切りをこう入れたりとかね、ラーメン食べる時でもね、横に間仕切りがあったら安心して味に集中できるとかってね、よく一蘭のラーメンとかそういうのあるじゃないですか。特許を申請してるらしいですけど、他にもね、家の色の配色とか、やっぱ派手派手すぎるとちょっときついとかね、白とかベージュとかグレーの方が楽だとか、そういった方もいますよね。あとね、コミュニケーションのスキルですよね。やっぱこうあのいろんなね教師とか、まあね、雇用者関係の人とか友人とか家族にちゃんと自分がどういう状況にあるのかとかね、こういうのが大変ですとかってきちっとちゃんと伝えられていく、そういったコミュニケーションのスキルなんかも、そういった感覚統合に問題があったりすると、そういったものをうまく活用して、ちゃんとあの自分の感覚情報をね、あの皆さんに分かってもらうと、処理できる幅をね、まあ、他にもね、最後こう法的権利の啓発みたいなね、やっぱ障害にある方っていうのは当然ね、保護する、ね、法律っていうのがありますから、まあ、そういったものも練習して、こういろんなハラスメントの部分とか、そういった知識を踏まえて、自分にとってできること、できないこと、ちゃんとこういったことをちゃんと勉強して伝えていける、そういったところもすごくね、感覚統合の人って人によってはちょっと、ね、麻痺とかがあるわけじゃないので、ちょっと分かりづらかったりするので、そういったね、法的知識とかコミュニケーションスキル、ああいったものもやっぱりコントロールしてできるようになると、非常に生活がやりやすくなるということですよね。でこの2022年に、ね、このラクエルさんらがね、こうアシスティブテクノロジーについてね、あの、まあ、ASD ですよね、あの、自閉症の方の子どものお子さんにどうやっていくのかっていう論文がね、結構新しめの論文があったんですよね。
でそこでこうインタラクティブなこう製品とか、ね、コラボレーションとかソーシャルスキルとかああいったものの向上に焦点を当てて、お子さんの、ね、いろんな支援技術とか、ね、現状の課題と、ね、今後の目標みたいなそういったものをこう包括的にまとめていて、まあ、僕も、ね、あんまりこういった論文、ね、そんなに読んでなかったのですごく勉強として読ませていただきました。そこで、ね、簡単にまとめさせてもらうんですけれども、まあ、まず、ね、あの こういった、ね、そういった、ね、自閉症の方とか、まあ、他の障害もそうなんでしょうけど、まあ、やっぱり、ね、あの特殊な製品の入手っていうのが結構難しいっていう問題ですよね。そういう子どもがコラボレーションして特別に設計された製品とか支援ですね、ああいったのがやっぱりこうね、あのまあ、なんていうんですかね、インタラクティブにこうやれるような製品とかね、ああいった、まあ、iPad のある部分でそういった方に向けに作られているものとか、ね、視覚過敏だとか情報の処理がちょっと遅い方とかっていうのの、やっぱもちろん製品がまず一つ不足してて市場で手に入れるのが結構難しいと。これはもちろんどんどん進んできてるんでしょうけど、まあ、とにかく2022年でもいろんな課題がたくさんあると。でもう一つがね、その、仮想環境ですね。あれにこう、まあ、それはすごくいいんですけれども、ただあの仮想環境ってね、やっぱその人によってカスタマイズさせていかないといけないので、やっぱあのただ単に VR でやればいいとかね、そういうのではなくて、やっぱその方の問題に合わせて、まあ、あの仮想と特に現実ですね、現実と仮想の部分であの困惑されたりするようなね、あの方って結構いらっしゃるじゃないですか。例えば今大学とかでもそういうね、あのなんかですかね、そういうズームだけで参加できたり、そういうね、まあ、VR 機器なんかであの学校に行くとか、そういったのも日本でもちょこちょこ出てきてると思うんですけれども、ああいったあの仮想と現実のコミュニケーションのそこのやっぱりギャップをちゃんと調整していかなきゃいけないと。であと、まあそういった部分で、まあ、あの3つ目として、そういった機器に対してのコラボレーションとか社会スキルに対してやっぱ特有のニーズに応える、やっぱこう作成を目的としたやっぱ設計手法がまだまだ遅れているとですよね。あと、まあ高度なね、やっぱ高度というか、まあよりそういうインターフェース系のものになってきたりね、作ったりするものになると、それでロボットとかハイテクなものになればなるほどコストがかかりすぎるっていう、ね、やっぱりそういうこう、まあいろんなね、コミュニケーション手段でも、例えばロボットでね、こう話していったりして、まあ、最近はそういうのにね、こう AI とかチャットを入れてね、どんどんコミュニケーションがやりやすくなるようなロボットなんかもね、より安価にはできてくる可能性はあるとは思うんですけれど、まだまだ高いということですね。そういう意味で課題としてね、ちょっとかぶりますけれども、よりそのね、その自閉症の方、ね、お子さんたちがより仲間とかと対話して協力できるように、ね、いろんなその学習を支援する製品とか社会的なサポート体制ですよね。いろんなトラブルに対してちゃんと対応できるような、そういうネット環境もそうでしょうし、ああいったものをこう今後やっていく必要があるというところですよね。ですので、まあ、今ちょっと説明ね、かぶってきますけれども、対策としてね、やっぱりこの書かれていったのが、そのインクルーシブですね、より包括的なデザイン手法を開発しましょうと、ね、できるだけその最初から、まあそういった例えば何かしらの、まあ、iPad のアプリにしても、何かの製品をね、 Google 作るにしても、まずそういった方のもちろん活用するっていうデザイン手法をもとに設計していくと、ね、Apple なんかはすごくそういうのって細かくそれありきで作られてますよね。アクセシビリティも僕らが知らないぐらい、いろんなね、片手で使えない人、目が見えづらい人ね、あの視野障害がある人、いろんなのにこうある程度こう対応できるようなものってすごく多いじゃないですか。アップルの開発費がね、もともと莫大にかけれるとはあると思うんですけれども、そういったもの、iPad もそうですし、いろんなその機器なんかも、やっぱそういったもの あの、ね、障害を抱えた方も活用していくっていうところから設計していくっていうのは、すごく大事っていうふうに言っています。あとね、その仮想要素と、まあ、よりね、まあ、現実というかね、有形要素、そこのバランスを取っていくための、やっぱりね、まあ、感覚統合のその部分ですね。そこのテクノロジーの部分と子ども向けのその直感性と実際の現実場面との、そこを強化していくような、まあ、プログラムも考えていきましょうと。であと、まあ当然ね、手ごろな価格帯を目指すとね、やっぱりできるだけコスト削減していってってね、これはもう開発されている方のやっぱり大変さも僕も分かるので。なかなかね、こういうロボットとかテクノロジーツールを安くしていくってね、いくらいいものがあってもそれめちゃ高いってからこそ普及しないって、よくリハビリのロボットなんかでもね、あるはあるけれども高すぎて普及できないという問題っていつもあると思うんですよね。まあ、だからこそなかなか難しい課題ではありますけれども、ただ最近はそういう AI なんかもね、安価で利用できるような時代なので、時代に合わせてどんどんそういったものをね、こうインタラクティブに活用していくっていうのはいいかなと思います。
で、そういう意味でこうマルチユーザーな、ね、インタラクションでね、いろんな人とのこう協力的な遊びとか活動を通じて、まあ、そういった、ね、子どもたちとの、ね、協力スキルとか社会自体の統合をやっていくと、まあ、本人らがそれ使えて楽しめるだけじゃなくて、そういったものを受け入れていく教室のとか環境とかね、当たり前にその VR とかノイズ機器なんかを活用しててもそれが普通だよねっていう、そういう人にはどういうのが困るのかなとか、こういう、ね、サポートしたらもっとやりやすくなるとか、みんながそういうふうに受け入れていくというような、ね、方向にもつなげていかないといけないし、まあ、結局それが分野を超えたコラボレーションということで、設計の技術者、あと僕らのような療法士、ね、教育の教師、あとデザイナーですよね、ああいった方がどんどん幅広く、まあ、学際的に、ね、こうコラボレしていって、でそういった部分で社会的な認知とか感情的な発達を促進していくソリューションを開発していきましょうと、ちょっとね長々と説明しましたけれども、まあ、なかなかね今までの動画でこういったね論文紹介できてなかったので、ちょっと細かくまとめましたけれども、どちらにしてもね、やっぱりまあ僕もね当然こうセラピーですけれども、やっぱりね、まあ、障害が完全に治る方っていうのはまあほとんどいらっしゃらない、ね、病態の方の方が多いので、やっぱそこにそういったねソリューションとかいろんなインタラクティブな機器とかねテクノロジーをうまく活用していってやっていくのが大事かなと思います。ということでね、10の質問こちらで今回はまとめさせていただきました。よろしいですかね。回答はこちらになります、ね、肺外側核しっかりねまとめていただければなと思います。はい、ではね今日はこれで終わらせていただきます。それでは臨床へ行ってきます。ストロークラボは都内お茶の水で脳卒中や神経系の方々を中心に自費リハビリを展開しています。また療法士向けに脳卒中や神経系に関連する講義や実技を長期間にわたりオンラインオフラインで実施しています。気になる方はぜひ概要欄の方からチェックしてみてください。本日の動画が参考になった方はいいねとチャンネル登録をよろしくお願いします。